はい、休校中の皆さんの勉強を応援する上場ーー桜学校数学、本日は2002年5月2日、中学数学の教科書の第2章、平方根、その3をやりますで。平方根の計算について、2回に分けてやりたいと思います。で本日はその第1回目で、あのまあ、このような計算の仕方を学んでいきたいと思います。 私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。私の市議としての新型コロナ対策関係の情報は公式サイトの方に載せてありますのでどうぞご覧ください。それでは中学の内容はこの内容であってここの部分が長引く休校で学べてない部分ですので今ここを力点にやってまして中1中2分野終わりまして今中3のここの分野に来ております。 で私たちはコロナの中で今あの休校ということになっているんですが3月の16日に思いついた方式、えー、数式コロナ苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7となるはずだということで頑張ってまいりましょうそれでは、えー、まず平方根の、まあ、計算に入る前に、まあ、基本的な、まあ、あの昨日ともとといやった流れですが2、えー、乗してその数になるものをその,の平方根と4は、えー、まあ 2乗して4になるので2が平方根ということでそのぴったりとこういうふうにならない数字を例えば3 2乗して3になる数字をルート3というふうに示すということをやりましたさて、L、その平方根に関わる計算の方式については、まあ、まず非常に基本的なところから確認していきたいと思うんですが、えっと、ルートという平方根というものの定義からそもそも導き出される、えー、ことがあります それは2乗してそのものになるものが、えー、そのこのルートの定義なんとかは当然2乗すればそのものになりますねそれから2乗したもののルートを取るとその数になるはずただちょっとここにこうこういう記号が書いたのを注意していただきたいんですがこれは絶対値ということでありましてマイナスの数もまあプラスの値とかまあそのマイナスを取った値になるということですさて 具体的な数で考えてみますとルート2を2回かけるとルート2の2乗は2ですねでルートの中が2乗されて2の2乗で 4, 4のルートって言ったらその2回かけて、えー、4になるものですから2ですさてここに注意してほしいんですけどマイナス2かっこ次乗のルートの場合にこのルートの中でマイナス2が2回かけられますと4になります。 そうすると、ルートはプラスになりますから、こう4 2になるんですね。で、これが、だからこ、これが仮にマイナス2だった場合には、えー、そのままマイナス2とならずに、絶対値、えー、そのマイナスを取った記号が出てくるということです。この絶対値という記号は、本当は高校で学ぶんですが、まあ,あの、まあ、簡単な記号ですので、えー、中学で、まあ、皆さんも知っておいた方がいいという話ですね。さて、その次、情報と情報、えー、まあ、かけると割るということなんですが、 これは、ちょっとこれ後で説明しますね。ルート A× ルート B は、このルートの中で AB がかけられるということです。例えば、ルート 2× ルート3は、ルートの中でルート6になるということです。あと、例えば、ルート B 分のルート A というのは、ルートに全体を入れて B 分の A というふうに統合できるということですね。これは えっとこれからちょっと例えを使いますけどえ、ルートというこの屋根の下の世界というのは、独身寮、会社の独身寮みたいなもんだということですね。でそうすると、独身寮同士は合併して、合併して、1、まあ、つの独身寮に統合できるということなんです。さて、次、これですね。えっと、ルートの中の2乗の因数は外に出るということです。で例えば、 ルートの中に A 次乗と B があれば A 次乗の部分はこう,こうなんですね。あえっと、これはだから分化して考えられるんです。A 次乗のルートと B。まあ、これを逆にすると A 次乗のルートと B に分化できます。A 次乗のルートはこの考え方で A になりますので A ルート B ということになります。ということでですね。で、えっと、例えば 具体的な例で言うとルート12というのは 2×2×3 ですので,3で,すのでこの2と2の部分が外に出て2ルート3というふうに表現できます。でこれはちょっと例えて言うと独身寮、まあそれ男女とも入っている独身寮で、えっと、まあそのこう出会って2人になったら屋根の外独身寮から出て独立してみたいなものですね。 ルートの中は独身しかいられないということで、これが外に出ると、ペアがあるやつは外に出る。あと、トランプのババ抜きと一緒ですよね、あの同じ数が来たら、それは捨てるというような約束で、えー、なります。さて、えっと、このの、えー、時にできればこの 独身ルートの中の世界というのは独身の人だけのためのものなので基本的には外に出ていただくとあの結婚したら外に出ていただくというような発想でできるだけこれは、えー、その独身あの相手がない人の数字のみが残る形にしますでそうすると実は整理がしやすくなるんですねで次分母の有利化、えー、というのがありますレーショナリゼーションというんですが 分母にあるルートは無理やりなぜそうするかというと後でで整理しやすすくなるからです例えばルート b 分の a というのはさっき言ったようにルート b 分のルート a というふうにできますでそうするとこ,このままだと実は次の計算がしにくいので無理やりあの、まあえー、こちらの b と同じものを分子分母に同じものをかけるんですね でそうするとこの B×B というのは B になりますので、えー、ルート、えー、こちら、分母の方はうは、えーまあ、無理数じゃなくて、ルートが取れた数になり、分子の方にルートが残る形になります。例えば、ルート3分の2イコールルート3分のルート2と、でこのルート3というの無理やり上下にかけると、3分のルート6ということになります。ということですね。 でこれをちょっと先ほどの例えで無理やり言うと、まあ、独身寮の1階は、あのまあ、管理人は、えー、結婚しないといけないということで、えーっとまあえー、1階には必ずあの、えー、ペアを作って、無理やり、えーあのまあ、ペアを作って、あのルートから出させて、そして分母の方はあは必ず分ルートじゃない数にさせるというやり方ですね。 さて、で、この分母の有利化も含めて、えー、やり方を知っておくと、まあ、これちょっと無理やり感があるんですが、実はその次の計算を、えー、やるために分母にルートは残ってはいけないという原理で、えー、この分母の有利化というのをやります。さて、それでは、えー、この、あのー、これが実は中学の、あのー、数学の、えー、ルートの計算で一つの肝になりますので、で、えー。し いいいてたいただきたいんですねルートの中のにある2回かけて2乗の数は外に出るとで特に中学のレベルだとあのというかまあ高校に行ってもそうなんですが大体いいルートの計算の中のルートの数字はせいぜい2桁です、まあ、3桁が出ることはたまにあるんですが、まあ、ほとんど2桁で処理されますので実は ルートの中の大きな数で2桁でなおかつその中に2乗を含むというのは限られてるんですね。で例えば、えー、2, 2人が四の4ですね、えー。それから9、3、3が9、4、4、16の16、5、5、25の25、えー、6、6、36の36、7、7、4、19です。で、例えばじゃあその後の葉っぱ64は。 えー、64にもう一つペアが残ると、2桁になってしまいます、まあ、64×2 だと、128になって、それは8ルート2という,うに分析もできるんですが、ルートの中は128という3、2桁の数字はあまり出しませんので、まあ、だいたいここまで知っていればいいんですね。でそうするとこ、この計算で、例えば12だったら 4×3、4×3 で2ルート3というふうに分析できます、18だったら 9×2 で3ルート2と。 いうふう,にこう,いうふうに計算でですねでそうすると、だいたい中学で出てくる無理数の2桁の計算っていうのは、中に2の2乗か、3の2乗か、4の2乗か、5の2乗か、6の2乗か、7の2乗を含んで、それが外に出る数字になり、そしてここに中に残る数字ですね、ペアがなくて残る数字が、えっと、2、3で、なぜ4を外しているかというと、4はまあこっちにあるからですね。で5 6 で8は、まあ、2, ルートあ2の2乗を一部含むので、8は除いてあります。2 3 5 7えー、10ですでという形になると、実はこれぐらいに限られてるんですね。例えば、えーまあ、2の2乗と2を掛け、えー、合わせると8です。だから、ルート8というのは2ルート2になります。例えば、じゃあ、えー、45を見てみますと、45は3の2乗をかける5ですので、えー、3が外に出て3ルート5ということになります。 でそうするとこれを1回書いていただいてあこの原理で例えば98だったらあ、えっと、7が外に出て7ルート2なんだなということを確認していただくとあの中学で出てくるルートの、えー、この簡略化の仕方は感覚的に慣れてきますし、まあえー、せいぜい等というのはこの、えー、せいぜい15ぐらいの数字ですね。15ぐらいの数字が あの中学で聞かれているということで、ご安心していただければと思います。でちなみに、えー、2の2乗と3の2乗は、さらに中のルートが残る数,数が11、13、14、15、17あたりも少しああの2桁ではありえます、まあ、あと21とか23とかもありうるんですが、だいたいここまで,でがあの聞かれることが多いので、まあ、ここもちょっとついでに知っておいていただくといいかなということですね。じゃあ本日のの、えー、最後の内容です でこういうふうにしてルートをできるだけシンプルなあの中をしておく意味は、まあ、最後に出てくるんですがまず基本的な話です。ルートの中が異なるものやルートの外の数を足してはいけないと。掛け算はできるんですけど足し算はだめです。例えばルート2とルート3はルート5としてはいけないんです。で実際、昨日までやった数字で考えてみましたルート2は約1.4ですね。人人で。 えー、ルート3は1.7でしたね、えー。人並みに覚えらやで、えー、そしてルート5は富士山6におおむなくて2.2ですで。実際に1.4と1.7を足したら3.1ぐらいですね。だから2.2と明らかに違うということで、実際に具体的な数でも違うということが確認できます。当然、2とルート3は、ルートの外とルートの中は別の世界ですので、5なんてしてはだめということです。えー、ところが、えー、これは、 ルートの中が異なる場合には絶対それ以上あの計算ができないんですがルートの、えー、ところが同じだと係数を合わせることができるんですねで例えば3ルート2と4ルート2は7ルート2とできますこれルート2はそのままですよルート2で3ルート2と4ルート2を足すと7ルート2というふうに計算できますでなぜかというとこれは面積で説明すればあの説明できるんですねあの えー、ルート2をという長さを縦の長さにします。で、でこの3というのはこれ3かけるという意味ですので、3を横の長さにしますと、3ルート2のはこの面積を示すんですね。そして4、4ルート2のはこの面積を示します。で、そうすると、えー、縦の長さはルート2のままで、この横の長さの3と4は足して7にできますので、この2つを足すと7ルート2という計算できるんですね。という形になります。で実は ルートというのは、えー、きっちりとした整数ではないので整数の部分のこの係数の部分と、えー、混ぜてはいけないということの発想は文字式の発想なんです例えば x という文字はどういう値になるか分からないということで 3x と 4x は3と4の係数の部分だけを足し合って,て 7x としますということで x と同じことがルート2になっていると考えればいい,い,いわけです。 そういうふうに考えると、例えばルート2とルート3がそれ以上計算できないのはルート2というのは x という文字だとするとルート3は別の値ですので y という文字になるから x と y はそれ以上計算で、えー、足し合わせてはだめということです。でこのようにして、えー、特にこの最後の原理が、えー、実は使うことができまして単項式を整理すると 例えばルート2とルート3というのは絶対それ以上交わらないんですがルート8とルート9、えー、と98というのはこれだけを見るとそれ以上まりこの原理から言うと交わりそうもないんですが実はあの先ほどの原理でルート8は2ルート2というふうにできるだけシンプルにするとあの、えーまあ、合わさった数字は2乗の数字は外に出すとで、えー、ルート98というのは 7×7×2 ですので7ルート2になります。でそうすると ルートの部分が共通になってここが係数を足せばいいので9ルート2と整理できるんですねそれから同じようにこの一見複雑な計算ルート8プラスルート6分の2ルート3イコールということですがそうするとこルート2ですねでこちらは有利化をしてルート6を両辺にかあの分子分母に書きますと6分の2ルート18になりますで、えっと ル,とルート18は 3×3×2 ですので、2×3 ルート2になります。でそうすると、これ、6があのあ、これもちょっとやあの分数のことも言っておかなきゃいけないんですけど、分数で割り算するときに、この6と2を割,割り算してはだめです。必ず、ルートの外のものだけが割り算はできますので、こ6と6が消えますので、ルート2になります。そうすると、2ルート2とルート2で3ルート2ということになります。はい で実はえここまでの計算方法をさらにもう少し発展させて、えーまあ、もう少し多項式×多項式のような計算も出るんですがそれはまた丁寧な説明が必要な,なのでまた明日続きをやりたいと思います、えー、無理数の計算ルートの計算は2回に分けて計算方式を整理したいと思いますので、まあ、本日はそのまず第1回目入門編ということで。えー き今日の一番の重要なポイントは、これですね、この間隔にぜひ慣れていただくということですね、この2乗の部分を外に出すという計算方法に慣れていただくということが、本日の最大のポイントです。はい、ごご聴ありがとうございました。